B クエストは文芸社から刊行されていた文芸雑誌。2005年11月の創刊号から2007年3月のボリューム4まで全4冊が刊行された。キャッチコピーは僕らが決める絶対ストーリー。文芸社から本を出していた作家の中で創刊当時に人気を博していた山田雄介、心霊探偵役もシリーズで知られる上長学や後に このミステリーがすごい。大賞を受賞する山下隆光らの小説が掲載されていた。新書サイズの文芸誌。内容は短編小説を中心に漫画、地インタビュー記事などで構成されている。小説の執筆者は山田雄介や上奈が学ぶ山下隆光など当時文芸者から単行本を刊行していた作家たちである。掲載小説は 作品ごとに異なるフォントが使用されており、また多くはイラストが付けられている。総刊号の第二特集内、あなたのヒーローって誰ですかには、サバンナのヤギマスミや、漫画家の魚、ナンキリコ、ヤマダナイト、トモザワミミヨラが直筆のコメントを寄せている。他に、ナバタとシタカのイラスト、吉田剛や新ヤさん、ナメコのコラムなどが掲載されている。総刊号には、 絶対ストーリー宣言が掲載されており、この文芸誌は読みたい作家、作品を読者が選ぶ、究極の読者参加型文芸誌であると説明されている。ウェブサイト及び折り込みはがきでの人気投票という通常を見られる方法以外に一般読者から募った読者ブレーンによる読者ブレーン会議を実施し、今までにない形での読者参加を実現する。 読者ブレーン会議では、掲載作品の選考や、新しい企画の立案を行う。ボリューム2の特集企画、女の子の萌え図鑑は、読者ブレーン会議から生まれた企画である。ありがとうございます。